はい、ここです。連日報道されているゴーンさんの処遇なんですけども、ここら辺でね、情報をちょっと5点ほどにまとめてみましたので、皆さんにね、お伝えできれば幸いでございます。一つはですね、まあ、外務省とか、それから検察ですよね。ひいては司法当局。こちらの方はね、面目丸つぶれで、仮保釈をしたのに、まあ、それがね、やすやすと脱出されてしまったという。やっぱりね、その国に出ていく、国から出ていくとかね、日本から出ていくとか、日本に入ってくることに対して、まあ、富裕層に対してはだいぶね、ザルだったんじゃないかなということが、これで分かったわけですよ。我々一般人っていうのは、やっぱりお金持ちのね、ルートっていうのは全く分かりませんけども、今回分かったのは、お金持ちにしか見えてないルートがあって、そこではですね、まあ、いろんな方法が、あるんだなというところです。当然ですけども、こっそり国に入ってくることもできるし、こっそり国から出ることもできるってことがね、これだけ大々的にはっきりしたということなんではないでしょうか。で、2つ目なんですけども、やっぱり日本政府としては他国の協力を仰ぎたいというところで、まあ、いろんな国にね、打診をして、外堀を埋めるというか、協力者をどんどんね、逮捕していこうかなっていうふうな動きなんですけども、まあ、はっきり言ってね、協力した人に課せられる罪っていうのは、まあ、大したことないわけですよ。叱られて終わりぐらいなもんで、懲役になったりね、大罰金があったりとかっていうのはなかなか考えにくいんで、それからシラを切り通すってこともできますしね、書類上の不備とか、まあ、ここら辺も対策を取っての上での計画でしょうから、まあ非常にね、ゴーンさんがこれによって炙り出されてくるってことはないのかなと思いますよね。で、まあ、3つ目なんですけども、レバノンっていうのは個人の問題だよってことで、日本のね、要求を却下して、まあ、別に、国外、レバノンから日本に強制送還するみたいなことは、まあ、全然考えてないっていうふうなことが分かりましたね。で、4つ目なんですけど、ゴーンさん本人です。ゴーンさん本人さんは、日本にある自宅もそうなんですけども、15億円とも言われてるね、保釈金、これも放棄して国を出てきたわけなんですよね。だから15億円ぐらい、へでもないってことなんですよね、自分の人生に引き換えたら。そして、ゴーンさんというのは1兆円ぐらいの資産を持ってるっていうふうに、まあ、私は聞いてたんですけども、そうなってくると、15億円だろうが、100億円だろうがあんまり関係ないんですよね。その上で、その上でなんですよ、ハリウッドの方のね、映画プロデューサーさんにこう、まあ、会ってるという話もありました。ということは、ゴーンさんは自身のね、この無罪っていうのを、映画を作ることによって、払拭しようとしてるのかなと、日本政府を弾劾しようとしてるんではないかなっていうふうに私は予測するんですけどね。まあ、これはね、映画作るぐらいの予算ゴーンさん持ってますからね、やるんじゃないかなと思いますよね。そして世間的にはですね、国に一泡吹かしてやったみたいなゴーンさんヒーローイズムっていうムーブメントもありますし、逆にですね、ゴーンさん嫌いな方は、ほーれ見ろみたいな感じで、また乗っかっていって攻めるんではないかなと思いますけども、まあ、とにかくね、年末年始と、この話題っていうのはしばらく持ちきりになるんではないかなと思いますんで、私なりに、今日はね、5点ぐらいにチェックするポイントをまとめてみました。皆さんはどういうポイントでまとめるでしょうか。それでは、失礼します。